リーガ。イレス、気持ちはわかるがおめえ気を張りすぎだぞ。そんなんじゃ体が持たねえぜ。うん、イネス、一人で全部背負い込もうとしないでね。そうだよ、あんな変態野郎はみんなで大変にしてやろう。それによ、おめえはあの子の母親になるんだろ。そんな怖い顔してじゃ嫌われちまうぜ。ラピスが目覚めた時、イネスがそんな顔だとラピスきっと怖がるよ。さあさ、美人は笑顔が一番絵になるんだからさ。ほら、スマイルスマイル。ベリルの言う通りだよ。ほら、スマイルスマイル。さあほら、顔だけでいい、笑ってみろよ。気持ちが楽になるぜ。え、そうね、ありがとう三人とも。触れさせませんよ。シーラ、結晶騎士、この里を守ってくれるの。人を守るのが騎士の責務なのでな。ゼロムが団体さんでご到着だぜ。来なさいゼロム、お母さんに代わって私が相手だ。切られるぞ。琥珀、佐藤佐様、琥珀が死んじまうよ。ないよ、だって私には俺たちがついてるからな。 あなたたちはまるで17年前の姉さんの仲間たち。そのものには手出しさせません。みんなを守りてえって思いは俺も同じだ。シーラさん、大事な桜を。いいんだ、こんぐらいの覚悟がねくて里のみんな守らっか。おばさん、よし今だ、一気に押し返すぞ。桜が、里の宝物が灰に。里を守るためとはいえすまねえみんな。
サウンドリオンの疑似スピリアを切り離し、コランダームの疑似スピリアを制御回路に直結。思念城で固定化された効果命令を解除できました。そんな、サンドリオンの効果が止められた？報告。ガルデニアの覚醒率 80% を突破。携帯復元が始まります。セルレイノどもよ、天を仰げ。これがお前たちのスピリアを吸収し、クオーティアを再生する救世システム、ガルデニアだ。なんだ、雲が、空が割れていく。黒い月が、化け物に、あれが、ガルデニアなのか。皇帝、クリードが作り上げたスピリアを無限に吸収するクイーンゼロムだ。みんな、あいつにスピリアを食われて死んじゃうのけ。里の結界だって、なくなったのに。あんな化け物に逆らえるわけがねえ。世界の終わりだっぺよ。そんなことはさせません。この命に代えてガルデニアは私が倒します。もう二度とあいつに私の家族を奪われてなるものですか。リチア様。そんな、リチア様の言う通りだ。この里は結界なんかなくてもアヨラ姉さんがきっと見守ってくれてるんだ。みんなで守ろう。みんなの思い、アヨラ姉ちゃんの思い、そして琥珀桜、里のみんなで。みんな見てみろ、コングレでダメになるほどオラが里の琥珀桜はヤバじゃねえだ。あ、新しい芽が吹いてる。もうじき春が来るだでな。さすが琥珀桜だ。コングレじゃびくともしねえ。琥珀姉ちゃんみてえに強えだ。みんな、琥珀桜と同じようにこの里守りてえって思い、いつまでも繋いでいこうな。おばさん、これはソーマリンク。俺にもリンクが。ああ、私やペリドット、バイロクスにも。しかもソーマ使いだけじゃねえ。見ろよ、村の人間にも。人間だけではない、機械人の自分にまで。これは、これこそフローラ姉様がソーマに託したスピリアの可能性。姉様の残した力がこんなにも温かく、私を、みんなを包んでくれている。いや、あんたの姉さんの力じゃねえよ。これはリチア、あんたの力だ。あんたが2000年かけて育てたな。ありがとう、翡翠。ありがとう、私の家族たち。うわ、ちょ、何するんだよ。珍しいじゃねえか、一人で輪の外にいるなんてよ。翡翠と琥珀には家族がたくさんいるからさ。そう思ったら、ちょっとじいちゃんを思い出して。バカ野郎、てめえなんざもう家族も同然だろうが。え、ああ違うぞ、そういう意味じゃねえぞ。だからお兄さんなんて呼びやがったらぶっ飛ばすからな。だいたいてめえなんざどうせまだ琥珀に告ったりもできてねえんだろ。そんなヘタレ野郎に兄貴呼ばわりされる気はねえからな。ちえ、なんだよ、
自分はちょっとかっこいいことをリチアに伝えられたからってさ。なんだこの野郎、まるで俺があいつにあれみてえじゃねえか。痛いってば、翡翠。でもよ、こんな形のねえもの、どうすりゃうまく伝えられんだろうな。うん、スピリアってすごく厄介だよね。なかなか分かり合えなくて不安で傷つけ合ったり憎み合ったりもしちゃうんだ。ああ、それでも分かり合いたいってこの思いは止められねえ。こんな面倒なスピリアに溢れた世界だからこそ俺たちは守らなきゃ。機械人の自分にも人と同じソーマリンクが。きっとおめえのスピリアがただの作り物じゃなかったってこったろ。よかったじゃねえか、大事にしろよ今の思いをな。機械人である自分のスピリアが人と同じ、理解不能。この里の人たちはもう何があっても大丈夫そうだね。うん、だってみんな私の家族だもの。でもよ、四年石を割れちまったし、サンドリオンは空の上、これからどうするよ。カル、俺一人くらいなら抱えて飛べるよな。サンドリオンどころかガルデニアまで飛んでやろう。待て、二人とも、方法はある。自分はサンドリオン内部で
フローラ様より機密データを得た。それによればカルセドニーの飛行型ソーマはある特殊な可能性を秘めているらしい。特殊な可能性？サンドリオンと同様の飛行機能を備えた大型飛行体へのソーマエボルブだ。悪いんだけどさ、もうちょっと分かりやすく言ってもらえない？カル様のソーマが空を飛ぶ乗り物になるというのか？皇帝。だがそのためには2つの素材が必要だ。一つは外殻となる煉獄竜ボルガジョーズのフレアホーン、そしてもう一つは触媒となるゼロムストーンだ。ゼロムストーンはクリードのみが生成可能なゼロムを操るための試念石。おそらくインカローズも装備している。でもよ、フレアホーンはともかくゼロムストーンは、クリードもインカローズも空の上だぜ。いや、クリードはセルレイドの体でゼロムを操るため過去に数個のゼロムストーンを生成したはずだ。そうですわ、ジルコニアもゼロムストーンを宝玉として肌身離さず持っていたはずです。まさかゼロムストーンとは先代ジルコニア様の宝玉、悲願石か？あの宝玉は皇帝位の証として今はパライバ様が。とにかく今目指すのはソーマエボルブね。ならばまずはテートへ向かい、ゼロムストーン、悲願石をパライバ様からお借りしよう。よし、そうと決まればみんなテートへ向けてガンドコ行こうぜ。クリード様、苦しいです。大助けて。コランダームの疑似スピリアではサンドリオンの制御負荷に長くは耐えられませんが。構わん、ガルデニアまで持てばよい。ガルデニアの携帯復元確認。サンドリオンは引き続き転送思念術の充填を続行します。クリード様、お顔から血が。最後の人たちが届いていただとやってくれるな、器シングメテオライト。リチア様、自分はサンドリオン内でフローラ様が残されたガルデニアの機密情報を入手しました。フローラ姉様が残したガルデニアのデータ。ああ、やはりそうだったのですね。ガルデニアと同化した時に私が感じた果てしない虚無の正体はやはり。リチア様。ええ、大丈夫です。どんな悲劇も受け止める覚悟はできています。Thank you.
は？別に、お前くらいいつだって楽勝で運んでやるよ。翡翠。翡翠。リチア様を慰める発言、感謝する。だあ、くんついと、てめえに礼を言われる筋合いはねえよ。か、勝て。まだ学習していなかったのか、翡翠。自分は機械人。知ってるよ。今のは人の世界で言うところのツッコミってやつなんだよ。でもさ、ノークインでの琥珀の喋り方は驚いたよ。驚くのは早いだよ。オラもすならばこんなんだっぺよ。なんだ、なんばらねえでしゃっぺんのも遠慮方こるべな。あんりゃ、くだりがあんまし脅すから寝具が固まっちまったべさ。三人が何言ってんのかさっぱりわかんないよ。マリンさんと会うのも久しぶりだな。ああ、そうか。確かエストレイが以来だな。無礼だぞシング。皇帝陛下とお呼びしろ。でもさ、彼だって戦友から隊長殿なんて呼ばれたくないだろ。まあそれはそうだが。きっとマリンさんもカルセドニーに名前だけで呼んでもらいたいと思うよ。そりゃそうだ。惚れた男から様付けや、まして皇帝陛下なんて呼ばれるのは嬉しくなかろうぜ。名前だけでか。バライバさ、様。く、難しい。数万の軍勢にも耐えられるもんだぞ。それをここまで。間違いなく実体化ゼロムの仕業ね。多くの人が暮らす帝都は奴らにとって格好の餌場。ゼロムたちが帝都に入り込んだのか。カルイ、みんな白化してる。ひどい。こんな小さな子まで。まさか帝都は全滅。冗談じゃない。帝都にどれだけの住人がいると思っている。いや、この規模の都市なら十分壊滅させることが可能。ゼロムとはそういう兵器だ。壊滅だと。そんなバカな。バライバ様、お待ちください。カル様、この状況での単独行動は危険です。カル、絶対一緒の方がいい。バライバ様はマックス城におられるはずだ。急ぐぞ。Yeah!
この調子でガンドコ行こう。バカ野郎、落ち着けよ。これが落ち着けるものか。すでにゼロが町内に入り込んでバライマ様を、どこか侵入できる場所を。カル様、何をなさるおつもりです。私が行かればバライマ様は単独行動は危ないって言ってるだろう。気持ちはわかりますが、今やあなたとあなたの相馬はセルランドの最後の希望なのです。兄さん、おめえ一人で行って帰るうちに会っちゃ目も当てられねえぜ。他に全員で侵入できる方法を探そう。結果的にはそっちの方があのお嬢さんが助かる率は上がるはずだ。地下水道を通って城内に入れないかしら。町のどこかに地下へ入れる場所がないか探してみましょう。わかった。あの方を救うため力を貸してくれ。もちろんさ。みんな、地下への入り口を探そう。胴体反応2つ。この反応はゼロムと、これはいかん。グンサイト、どうしたんだろう。行ってみよう。確認、やはりアンだったか。オーブとシンディは一緒ではないのか。グンチャイとパパとママは。ああ、お嬢ちゃん、外に出ちゃダメだって言ったじゃないか。どなたか存じませんが、この子を助けてくれてありがとうございました。どなたじゃないよ、アンの友達のグンチャイとだよ。アン、それに町の人も。やっぱりテイトは全滅なんてしてないんだ。化け物どもがなだれ込んでは来たけど、まだ建物の中にかなりの人が無事でいるはずさ。さあ、ここも危ないよ。私たち宿屋に避難してるんだ。あんたたちも早く中へ。ほら、なんで勝手に外に出たんだ。そう叱らないでやっておくれよ。はぐれちまったパパとママを探したかったんだよ。ねえ。うん、寂しくないけど、アンがいないとパパとママが泣いちゃうから。アンに何かあったら、それこそパパとママは一生泣いちまうぞ。だから勝手に外に出ちゃダメだ。うん、ごめんなさい。おじさん、デートはどうなったの。最初は軍と結晶騎士が化け物どもに抵抗してたんだが、上からの命令が混乱してな、結局協力できないままそれぞれ軍本部と教会に避難者を収容して籠城してるらしい。くだらない権力争いをした挙句、肝心な時にはこのざまだ。お偉いさんのやることは全く。皆さん、城の様子はご存知ありませんか。え、エメラルドの髪、もしかして
あんたがリチャーか。おい、この子をクリードってやつに差し出せば助かるって話だよな。いな、そのような真似は決してさせん。やめなよ。化け物が街を襲ってるって時に人間同士で争ってどうするんだい。だがそいつは普通の人間じゃねえんだろ。自分が助かるために女の子を悪党に差し出すようなやつこそ人間じゃないだろ。おばさんの言う通りだ。すまない。城がどうなってるかは分からねえが、確かめる方法はあるぜ。本当か。ここから地下水道に入れる。北西に進んではしごを上がると城の地下倉庫に出られるんだ。ほら、これが地下倉庫に入るための鍵だ。助かる。あらあら、一体どうしてそんな鍵をお持ちなのかしら。宿屋の主なんてやってるといろんな客が来るもんでね。硬いことは言いこなしだ。リチアさんにみっともないこと言っちまった。詫びのつもりなんだからさ。別に責めてるわけじゃないわ。このいざこざが収まったらぜひ私も一口かませてね。ありがとうございます。皆さんどうかご無事で。オーブもシンリーも十分な勇気と機転を備えた人間だ。安心せよ。高確率で無事でいるだろう。うん、クンジャイとのお話は難しいけど、アーンを励ましてくれてるんだよね。さあ行こう。マックス城へ侵入、いや突撃だ。